こんにちは、ブルカナリアセカンド、小浦です。ちょっと本日はですね、実はこう僕も一回も作ったことないんですけど、ブラックベルベットっていうカクテルを作っていこうかなと思います。あのカクテルですね。はい、あのレシピとしてはシャンパンと、あと黒ビール、本当はスタウトなんですけど、今日このサムゲスミスのパディポッターっていうビールを使おうかなと思うんですけど、これを等量ずつ注いで作るカクテルですね。ブラックこう普通に黒いで、ベルベットがこうビロード、滑らかとか柔らかいとかそういう意味があるんですけど、これ実はこう、まあ、普通は一個ずつ注いでいけば作れるんですけど、はい、こうあのバーテンダーっていうね、こう僕たちが大好きな漫画があるんですけど、ありますね。あれでこう神のグラスと呼ばれる主人公の方がですね、こう両手で注ぐんですよ、はい、でこう結構他の、まあ、ちょっとブラックベルベットで検索して出てきた動画を見てると、こうハーフボトル、ちっちゃいボトルで使ったりするんですよ、シャンパン。はい、持ちやすいですから。まあ、できるんですけど、この何ですか、大きさの違うボトルとでこうやって注いで作る技術っていうのをね、こう果たしてできるのかどうかというね、まあ、温かい目でご覧いただきたい。本当に初めてだろ。いや、いや、この多分っていうか、もう難しいと思います。いや、難しいと思います。シャンパングラスっていうの、ちょっと待って、ちょっと待ってね、シャンパンは多分すぐ出てこないですよね。ちょっと色もあれなの。あ、そうですね。でもビールはすぐ出てきますよね。すごい難しいと思います。ちょっとなんか、ちょっと自分のタイミングじゃないとあれかもしれないけど、ちょっと言ってもらっていい？3、2、1、どうぞ。わかりました、いきます。はい、3、2、1、どうぞ。ちょっと待って、左手の感覚を研ぎ澄まさなくてはいけない。右手はさ、慣れてるじゃん、多分。左がこう難しいです。そう、右手で全部こうやってやってるじゃん、いつも。ちょっと待って、ほいほい、いきます。ちょっと待って、うん、おお、うん、うん、頑張る。はい、3、2、1、どうぞ。待って、マジで難しい、本当に。いや、難しいですよ。どうぞ。3、2、1、どうぞ。できた。3、2、1。待って、やばい。ボトルの大きさ違いますからね。やっぱね、こうできるできないとかじゃなくてね、諦める。タイミングでいきますか。諦めない。よし、小倉さんのタイミングで行きましょう。僕のタイミングで行きましょう。ちょっと待って。よし、多分シャンパンの方が少ないんで、シャンパンを傾けつつ、こう出るときを一緒にしなきゃいけないんだよね、多分ね。行くよ。はい、行きます。できた。ブラックベルベットです。いただきます。
感動した。なんという味でしょう。ちょっと言葉じゃ表せないですね。いや頑張ったな、うん、YouTube の動画で一番頑張ったかもしれないそうですね、うん、ここまでやったのでもカクテルはないですね。カクテルはないね。そうだね、カクテルはやっぱナンバーワン頑張ったじゃないですか。ナンバーワン頑張ったね。初めてなんだ。頼んだこともない。バーテンダーという仕事を選ぶんじゃなくて何を選ぶんでしたっけ私。バーテンダーという生き方をそうおっしゃっておりましたそういう生き方を選んだ渡井さん、ありがとうございます今日も